0、2、3、4、スロー、クイック、スロー、クイック、スロー、0、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、はい、一度踊らせていただきました。このヒールプルカーブドフェザーは、まあ昔はヘアピンとかって言われてたんですかね、多分ね、ヘアピンカーブとか、まあ略してみんな言ってたと思うんですけども、ヒールプルカーブドフェザーになります。このステップのよくある症状としては、ヒールプルをした時に、男性が先に進んでしまう、要は女性がうまく回り込めないっていうのと、カーブドフェザーで、女性が大きくシェイプした結果、骨盤がこう前にドーンといて、男性がそれに対してぶつかってなかなか回り込めないというような症状が生まれると思うので、そこをクリアにしていきたいと思います。はい、まず男性からヒールプルカーブドフェザーをやります。男性は左足後退の形からスタートします。カウントで言うとスロー、ヒールでプル引いてくるのでスローエンド、ちょっと横に置くような形になります。スローエンド、ここまでがヒールプル。カーブドフェザーの後半をその後にクイック、クイックでやって、まあほとんどの人はここの後はアウトサイドスピンとかいろいろあるんですけども、今回はオープンインピタスの方にしておきます。もう一度やってみます。ワン、ツー、せーの、スロー、エンド、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。このようになります。はい。それでは女性のステップを説明していきたいと思います。男性ヒールプル、ここ男性が、右足を引く行為が入ってくるんですけれども、そこで女性は、男性が引く行為をするので、女性の場合は2歩前進になります。スロー、エンで右回りをしているので、結果的に最終的には少しだけこの左足が横にステップするような感じになります。そこからカーブドフェザーです。クイック、クイック、この後は先ほど踊ったようにオープンインピタスに入っていきます。スロー、クイック、クイック、このようになります。もう一度やってみたいと思います。2歩前進、右回りをしながら2歩前進していきます。スロー、エン、カーブドフェザー、クイック、クイック、ここからオープンインピタスです。スロー、クイック、クイック、このようになります。はい、それでは2人で解説しながら動いてみたいと思います。組んだ状態から0、2、3、4、スローエンド。はい、このヒールプルの重要なポイントは、お互いにペンデュラムスイングですね、ペンデュラムスイングとナチュラル回転が生じています。このペンデュラムスイングとナチュラル回転を、やった場合ですね、お互いの膝というのは同じ方向に動いているというのが重要なポイントになってくると思います。よくあるヒールプルなんですけども、ヒールプル、ヒールで引いてきた後にこの膝と膝がこうやってパカッと割れちゃう人が多いんですけども、これをやってしまうと次のカーブドフェザーがちょっと行きづらくなってしまうので、男性も女性も膝の方向はしっかりと、あの車のワイパーみたいな感じですかね、同じ方向に行けるようにしといてください。女性の方も同じですね。女性の方も前進した後にスローエンド、この時に、左足と右足が同じ方向にお互いに使えるように意識して踊ってください。これがヒールプルのポイントになります。続きまして、カーブドフェザーで気をつけてほしいことなんですけれども、実際やってみたいと思います。ヒールプルが終わった後に、ここで女性は
後退、内回りの動作になります。男性が外回りになるので、ここでどうしても、お腹を出しておくと男性の外回りの動作がやりづらくなってしまいます。衝突してしまいますね。なのでここで女性は少しお辞儀をするような感じで男性のスペースを空けてあげてください。そうすると入れ替わりがスムーズになって、オープンインピタスもスムーズに入れると思いますので、ぜひやってみてほしいと思います。反対方向からもやってみます。ヒールプルからスロー、ここで男性を引き込んでいきます。クイッククイック、オープンインピタス、スロー、クイッククイック、このようになります。はい、いかがだったでしょうか。今回のヒールプル、カーブドフェザー、いわゆるヘアピンというステップだと思うんですけども、このステップは、だいたいフロアのコーナーなどでよく使う方が多いんじゃないかなと思います。重要なのはですね、入れ替わりになりますね。距離はそんなに出せるフィガーではないので、ガツガツ動いてしまうとちょっと問題が発生しやすいと思いますので、入れ替わりを重視したステップであるという認識と、あとは、ヒールプルで膝をしっかりと同じ方向に使ってあげる、ペンデュラムスイングを行ってあげる、ナチュラル回転を継続してあげる、カーブドフェザーで女性は、腰を球心ですね、内回りをしてあげることで外回りの男性を通してあげる、そのためにちょっとお辞儀をしてあげるというような、いろんな情報があると思うんですけども、一つでもできるように意識して練習してみてください。それでは皆さん頑張ってください。